はい、皆さんこんにちは、はじならです。ということで今回はついに来ましたね、 OB 第1弾、OB 第1弾についての動画を撮っていきたいと思います。ということで選手のラインナップね、こういう感じちょっと見ていきたいんですけど、ちょっとね1弾から豪華すぎますね。この金本選手と新井選手に関しては事前に、分かっていたと思うんですけど、のりさんとかね、新庄選手とか結構ね豪華なラインナップになってるんですけど、とりあえずね30連は回して、その後にプロスピ応援団の方まず累計引いて、ランキング走るもしくは、40連以降回すっていうのはちょっとまたね累計とかその次第で、30連という累計次第でちょっと考えたいなと思います。で、あとこれですね、この、10連プレゼントスカウト、S ランク選手1人確定も、今から引いていきます。で、前回の動画でいろいろ契約書も引いちゃったんですけど、今も何枚か溜まったんで、これもちょっとパーッと飛ばしでもう引いちゃいます。はい、じゃあね、ちょっともしかしたら何もなかったらカットするかもしれないんですけど、もう普通に全部引きますね。これS ランク出たらラッキーですね。シリーズ2なんで完全移行、これもし何もなかったらカットします。ということで、じゃあ早速ね、次はこれですね、10連のプレゼントスカウト、S ランク選手1人確定です。これも S ランク、シリーズ2の選手出るんで、とりあえず1枚はいいんですけど、できれば2枚とかも引いてくれるとすごい嬉しいですね。はい、メインは OB なんで、いやーでも豪華ですね、1段からついに来たって感じなんで。じゃあラストですね、S ランク、シリーズ2の選手獲得です。オーディクソン選手ありがとうございます。はい、じゃあ早速いきますか。OB 第1弾、じゃあまずね、僕の、ラインナップとかは、選手の能力とかはね、他の YouTuber さんたちがやってくれると思うんで、僕の狙いの選手ですね、ちょっと見ていきたいと思います。で、僕の狙いとしてはもちろん、阪神の、金本選手ですね。ここはもう確率に、意地でもね取りに行きたいなと思ってます。というのも、僕が入ってるクランに阪神の現役でね、純正オーダーやってる子がいるんですけど、僕はちょっとねその現役ではなく、阪神の OB とか、TS をメインで、純正というかのをやっていこうかなと。もちろん中には現役も混ざるとは思うんですけど、メイン OB と TS でやっていこうかなというので、ちょっとこの金本選手、今後ね OB2 段3段4段って続く中で、阪神の選手はもうちょっと必須になってくるかなというところで、1段金本選手はもう確率に取って意地でも取っていこうかなと思ってます。はい、で、あとはまず中村典弘選手ですね。これも去年はやっぱり年末ですかね、 OB3 段だったかな、にバース選手と松井選手、中村典弘選手で出てきて、僕がバース取ったんですけど、やっぱね他の人のね、のりさん見てるとやっぱね、守備ももちろん安定ですし、やっぱバッティング、やっぱこの特殊能力もね文句なしなんで、ちょっとねこれできれば引きたい、累計もしくは30連、金本選手、のりさん、あとは、新庄選手ですね。新庄選手ももちろん、今回日ハム枠で出てきてますけど、もしねこれでとりあえず出たとしても、来年とかそれ以降に阪神の新庄選手出たら、そこまでちょっと考えるっていうので、このやっぱね、センター A レフト B ライト B っていう部分で、もう外野のねガチオーダーの方にも入ってくるのかなという感じですね。じゃあ僕の今回の狙いとしてはこの3選手ですかね。そうっすね。かな。そんな感じですね。じゃあ、
早速いっちゃいましょう。はい、じゃあ10連スカウトとりあえずやっていきます。まあ10連目ですね。まあこの確定外のとこで引けたらめちゃくちゃ最高なんですけど、ここでね金本さん取れたらもうめちゃくちゃでかいんですよね。まあ累計もあるしランキングもあるんで最低でも3戦車取れる。でここで、はい、まあ、10連目はないかな。まあもちろん A ランクとかもね取っていったらいいかなと思います。渋いか。まあ A ランクだと、はい、マルティネス選手ですね。はい、じゃあ20連目いきます。とりあえず30連目一気にいっちゃいましょう。ピッチャー投手くん、渋いかな。渋そうっすね今回のガチャも。うん、ない。はい、じゃあここっすね。ここです。このね、30連目 S ランクの OB 第1弾確定。ここで金本さん、のりさん、新庄さん、引けたらもう最高です。じゃあ行きましょう。お願いします。もう2枚引きとか最高っすよ。2枚引きしたら最高。ただね、演出がちょっと惜しいです。はいはい、渋いですね。いつも通り渋いですね。当たんないか。当たったらもう金本さんだったんですけどね、確定で。さあ途中で、いや A ランクも全然引かないですね。これきついな。引かないな。いや引かん。めちゃくちゃ渋い。ということで最後 S ランクの、OB 選手確定。ここで金本さん、のりさん、新庄さん、お願いします。おお、なるほどね。なるほどね。マジか。なるほどね。まあでも OK です。じゃあこのままね、累計とまあランキングですね、頑張ります。はい、ということで今30連、引いて、これからねプロスピ応援団の方をね、まあ、とりあえず累計までやって、まあ、そこでも金本さん引けたら、まあ、ちょっとランキングは考えようかなと思ってはいるんですけど、まあそんな簡単にね年齢の選手がねパッと出るっていうのは、ね、なかなかねないんで、まあ出たらいいんですけど、もしまあ出なかった場合はとりあえずランキングですね、ランキングのまあ最低でも2万位、まあいけたら1万位ですね。まあ A ランクとかも欲しいんで、1枚入れたらいいかなという感じでやって、まあ、ランキング走って、まあ、最低でも金本さん引こうかなと思ってます。でまあとりあえず今僕のね30連を見てもらったんですけど、プレジデントチャンネルの、他の2人のメンバーですねも、30連しているんで、ちょっとそちらの動画も見ていこうかなと思います。でただね見るだけではつまらないので、ちょっとプレジデントチャンネルの、グループがあって、そこでちょっと、グループ通話をしながらね、まあしじみ里優のマネーラインの選手と、まあその30連の様子をね、ちょっと見て いこうかなと思ってます。じゃあ早速そちら見ていきましょう。はい、じゃあしじみの30連もう引きましょう。これ来てるんで、とりあえずこれ10連目狙いはもうノリでいいっすよね。ノリ一点狙い。ノリ行ったことあるし、この後新井さんがね、まあ、ちょっと狙いやる。はいはいはい、そうっすね。うん、実は親父と同級生で、ほうほうほう、なるほど。高校時代に上がってんで準決勝だったかな、忘れたけど、夏の高校。あ、そうなんだ、へぇ、そうなんね。そうそうそう、そういうのもあって、まあ、うんうん、まあこの3人だったら嬉しいな。そうですね。まあとりあえずまあ一点狙いとしてノリだけど、ノリさんだけど、まあ広島、新井さん、金本さんも
当たったら嬉しいと。ランキングはもし今ノリさん出なかったらノリさんをランキング取ります。なるほど、今これ20連目そのタコみたいな口やめえよじゃあ30連目ここ S ラン確定ね。ちなみに僕のね30連はもうめちゃくちゃ渋くて A ランクさ出ないっていう、ね、いやこれは楽しいな。これははい、にっこりとニコニコね、タチコでタチコ渋おー、はい確定。いや金本、俺が一番欲しいやつねなるほど、じゃあしじみの、30連は金本で、まあこれからランキングでのりさん引いていくと、うん、じゃあランキング頑張りましょう一緒に頑張りまーす、はい、とりあえず10連目ですね。狙いの選手は新庄さん一択。まあその他だとオリックス。はいはい。まあそうですよね。そうなりますよね。リーグで考えたらまあ。ほうほう。なるほどなるほど。10連目です。いやしじみがな。ダンクいいね。20連目かな。20連目です、ね、もう途中でスタンプ来てほしいです。そうこの、ね、10連20連でやっぱね来てほしいよね。この引きね大事ですよね、うん、やっぱり。もう俺やばかったマジで本当に出ないのに A ランクが。 A ランクマジですか、それはひどいっすね。渋すぎたマジで。さあさての20連目しっかり OB、 OB 引いてくね、しっかり。いや、そう、OB 引けてるんですよね。東尾さんはちょっとリアタイ的にもきついっすよね、多分。そうだよね、気持ちですけど。そう、でもタイピンは持ってるんでしょうね。じゃあ30連目あと長継ぎ抑えできる。うん、そうそうそう、全然使う人もいいと思います。さあ、30連目狙いは新庄さんね。いや、待てよ笑わないの、しかも笑わないの。さあ、スキル来るか。渋いな渋い。さあ、確定誰だ。おお、稲葉さん。稲葉さんですね、まあ、これは、うん、的にはライトの選手かなりいるんでですね、まあ、来年の日アミ用で。あ、そっかそっか、来年の。そうは突入できるもんね、そうやったらね。なるほど、出てくるんで、まあまあ三角ぐらいですね。三角、そうだね。まあじゃあ佐藤優もランキングランキングで新庄さん通りに行くと、まあ、そうですね、累計で引けなければ。じゃあもう、はい、あれやね、3人でもう3人であのずっとランク戦やってたのを今日からイベントやね。いや、今日から切り替えて。パクリ。オッケー、はい、つまりここでビデオネーバーよし